はい、どうも皆さんこんにちは、奈良真央です。今回ですね、先日の Amazon 新生活セールで購入した商品をご紹介していきたいと思います。イヤホンも購入したし、日常的によく使ってるものも買ったし、あとちょっと試してみようかなと思って買ったものもあります。気になる商品があったらね、ぜひコメントしてみてください。ではまずイヤホンですね。まずね、こちらイヤーファンのエアープロ。この動画いつ投稿してるかわかんないから、もしかしたらこっちが先になっちゃってるかもしれないんですけども、史上最強のコスパとしてご紹介しましたイヤーファンのフリープロ、これがね、想像以上に完成度が高くて興味が出たので、エアープロの方を買ってみました。実はね、こっちの方が価格は高いんですよね。フリープロが5999円、エアープロが7999円なので、2000円ほど違うので、どんな違いがあるのか今度ね、動画でも紹介していきたいと思います。そしてね、もう一つ同じようなのを買いました。こちらエディファーのトゥルーワイヤレス NB2 というものです。実はですね、このエアファンのエアープロはこのエディファーの完全ワイヤレスや本当コラボしたモデルになってるんですね。なのでものすごい大きな違いがあるというわけではないようなんですけども、このエディファーの方がアプリにも対応してるということで、同じ価格でせっかく買うんだったらアプリに対応してるね、エディファーの方がいいんじゃないかなと思って、どんな違いがあるのかなと思って試しに買ってみました。このね、2つの違いについてもね、今度ご紹介できたらなと思います。これもね、8000円ぐらいでノイズキャンセリングとかアイオン取り込み機能搭載なので、非常にコスパのいい完全ワイヤレスとなっています。ちなみにね、このイヤーファン、あまりにも安くてちょっと怪しいなっていう感じが、まあ僕もしていたんですけども、最近発表されたんですけども、日本の代理店が入ったみたいで、以前ご紹介しました RHA も取り扱っているナイコムという会社が代理店を務めています。僕もですね、このナイコムさんとはちょっと関わりがあって、まあその RHA のね、レビューをさせていただいたということもあって、関係がちゃんとあって信用できる代理店なので、何かね、商品に問題があっても対応してくれるだろうから、僕としてもね、かなりおすすめしやすくなったので、このイヤーファンね、かなりおすすめなんじゃないかなと思うので、今度ね、しっかりとレビューしていきたいと思います。特にこのイヤーファンはかなりこうインパクトが強いというか、まあタオトロニクスサウンドピーツ、あとそれから M パウ、あとアンカーのオーディオブランドであるサウンドコア、ここら辺がね、信用できる格安のオーディオブランドだったんですけども、ここにですね、イヤーファンが加わったことによって、よりね、こう格安のオーディオブランドとね、こう競争もより激しくなったんじゃないかなと思いますし、イヤーファンはね、コストパフォーマンスの面ではもう頭一つ抜き出てるぐらいな感じなので、かなりヤバいメーカーが出てきたなといった感じで、僕の中でもかなり注目のブランドとなっています。それからね、こちら TRN の BT20S Pro ですね。これは有線のイヤホンを完全ワイヤレスイヤホン化することができる商品になっています。これが結構安かったのと、さらにこちら端子の部分をですね、取ることができて、好きな端子に交換することができるようになってるんですね。これ今これ本体に入ってるのが 0.75mm の2ピンなので、 KZ イヤホンを完全ワイヤレスイヤホン化することができます。でさらにこれには MMCX の端子が入ってるので、僕が持ってるので言えばオリオンスカイとか、そういう MMCX の有線イヤホンを完全ワイヤレスイヤホン化することができます。安くてね、かつこうやってね、端子を交換することができるっていう商品なかなかないんですよね。なのでとても面白そうだなと思って今回購入してみました。これもね、今度動画にしたいかなと思います。まあ、特に僕のチャンネルね、その2ピンのイヤホン持ってる人もいれば MMCX のね、イヤホン持ってる人もいると思うので、両方にですね、対応させることができるっていうのはかなり大きなメリットなんじゃないかなと思います。そしてイヤホンですね、最後こちらケンウッドの WS-A1 ですね。これすごい安くなってて7000円引きになってたので今回購入しました。以前ですね、 JVC の9000円でノイズキャンセリング対応の完全ワイヤレスイヤホンをご紹介しましたが、あれが本当に良くて、 JVC とですね、まあそのケンウッドは、まあ同じこのビクターとかとね、同じまあ系列のブランドなので期待できるんじゃないかなと思って買いました。まあ特にまあケンウッドはあんまりこう若い人は馴染みがないかもしれないんですけども、オーディオ界隈ではね、こう非常に有名なブランドですし、やっぱり音質に期待したいですね。またこのパッケージもね、非常にかっこよくて、なんかこの SF 感があるおしゃれなパッケージでね、期待感がありますね。これも今度ね、動画にしたいかなと思います。価格も結構いくのでね、もしかしたら本当にこうノイズキャンセリング対応の完全ワイヤレスイヤホンの中でもかなりいい商品になるかもしれないですね。それからイヤホン以外にもね、いくつか買いました。まずこちらですね、カンゴールのバケットハップですね。ちょっとかぶってみるか、こっちか、こうこうか、こんな感じで、ちょっとあんま似合わねえかもしれないな。夏になるとね、やっぱりこういうバケットハットがやっぱ涼しくて、日差しも抑えられてね、結構いいので、バケットハット買ってみました。特にカンゴール結構人気ですもんね。
これまあネイビーのこのカングールのですねロゴがゴールドになってるやつですね。それからあとこちらですね、ジェル香水ですね、レールデュサボンのパフュームジェリーセンチュアルタッチですね。まあ、夏は特にその香水つけるとやばいと言いますか、まあ気温が高いので匂いがきつくなるし汗もかくからちょっと匂いがおかしくなっちゃってね、夏使う香水って結構難易度高いんですけども、これはねこのクリーンランドリーの香りっていう風に書いてありますけども、石鹸系の香りなのでこう夏でも使いやすい香りになってますね。またこれコンパクトで持ち運びもしやすいし、それにこれジェルなのでこう液体状の香水と比べるとちょっと匂い持ちもしやすいので結構気に入って使ってます。使ってますっていうかそのなくなっちゃったからリピートで買った感じですね。石鹸の香りなので本当に男性でも女性でも使ってる方が多い香水なんじゃないかなと思いますね。これは結構おすすめですね。でそれからこちら、ドクターオーラルホワイトニングパウダーというアマゾンランキングナンバーワンというふうに書いてありますけども、ホワイトニングのパウダーなんですよね。ちょっとこう歯がね黄色いかなと思ってちょっと気になったんで買いました。やっぱこう人に見られる仕事してるから結構最近気にしてて、まあ、気にしててっていうかちょっと気にしないといけないかなと思っててちょっと買いました。うん、これもねもし使ってみてめちゃくちゃ効果があったらねちょっと動画でも紹介したいかなと思います。それからこちら、これがハイドロキノンのクリームですね。これ 5% のやつになります。実はですねその専業 YouTuber になって、まあ、数ヶ月間ですねちょっとメンタルがおかしくなってちょっと多分ホルモンバランスが崩れたかなんかでもうニキビがねすごい大量にできてた時期があって、今はもうあんまりこうできなくなったんですけども、そのニキビ跡がね茶色くて残ってしまってるんでそれを消すためにこれを買いました。まあ、ハイドロキノンはねその肌の漂白剤というふうに言われてるぐらい結構効くねクリームなんですけども、よく効く分ね肌も荒れやすいのでこれはちょっと注意が必要な部分ですね。ニキビ跡に悩んでる方はねこれちょっとチェックしてもいいかなと思います。あとこちら、これシャンプーとトリートメントなんですけども、これボタニストのバウンシーボリュームというやつですね。ボタニストって最近すごい有名というか結構いいシャンプーっていう風に評判だと思うんですけども、特にこの緑のやつはねこれ髪が細いタイプの人におすすめのやつで、まあ、僕自身もすごく髪がちょっと細くていわゆるこの猫っ毛っていう感じの毛なんですけども、あんまりにもこう洗い上がりが重たいとこうペシャンとなっちゃうんですよね。ペシャンコになっちゃうのでふんわりとこう仕上がるシャンプーがいいんですけども、これはねこう洗うとこうふんわりとしたボリューム感が出やすいんですよね。まあ、多分女性用なのかもしれないんですけども、まあ、男性でも十分使えるぐらいふんわりと仕上がるのでこれかなり気に入ってて、これもまあリピートで買いました。これはねこう僕と同じちょっとこう髪の毛が細くてねこう猫っ毛で悩んでる人にちょっとこれおすすめしたいですね。はい、ということですね。Amazon 新生活セールで購入した商品を一通りご紹介しました。まだね、実は他にもいろいろ買ってるんですけども、ちょっともうね、それ以上紹介すると時間長くなっちゃうので、今回はこれぐらいにね、しておきたいと思います。イヤホンは確実に動画にするし、あとこう、シャンプーとかね、こう、香水とかもね、ちょっと紹介してみました。もしね、気になる方は下にリンク貼っておくので、ぜひね、チェックしてみてください。ということで、この動画が良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録。それからですね、下に Twitter のリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ナナモンでした。